このメニュー。アニメ、リアデイルの第一、について、総評レビューをします。ちなみに個人的には、賛否両論、ですね。正直、魔法フィルムの柳瀬監督が苦手です。もちろん、柳瀬ワールドを、好きな人もいるでしょうから、あくまでポイントよね。そう、最初に断定しておくと、これ、柳瀬監督が関わったアニメの、実質続編、に感じてしまった。異世界はスマートフォンと共に、うちの子のためならば、俺はもしかしたら、魔王も倒せるかもしれない。神たちに拾われた男、多分リアデイルのセイズ先生は、これらの3人と面識があるかわからない。多分ないんだけど、良くも悪くもノウハウを詰め込まれて、伊勢スマ、うちの子、神ヒロの続編、にされて組み込まれてる。そういう作風、を感じるんですよね。だから、ヤマゼバースが好きな人なら楽しめるとは思う。そういう観点でまずリアデイルの良いところを、語っていくと、まずケイナの作画は可愛く描いてやろうというのは、特に第一話なんかではよく語られてると思う。アバターとはいえ、巨乳エルフだからね。ケイナ。声優陣の演技もいいよね。ケイナから、テンスラの原初の悪魔、っぽい理不尽な演技を感じたりね。雪村エリさんは、原初の悪魔なんだよな。テンスラで雪村エリさんのキャラが、生きり散らすことがあるなら、ケイナみたいになるんだろうなという、そういう感じの楽しみ方はできるよ。テンスラのレインちゃんは、上司や姉にお仕置きされてるっぽいけどね。ちゃんとした後発の作品だと、生きりにはバランス調整がされるっていうのがあるんだけれども、我らがリアデイルの、ケイナおばあちゃんは、誰も手がつけられない系の、傍若無人系キャラだよ。本当に、誰も手がつけられないからね。あ、そうだ。あらすじ忘れてたけど、ネトゲに入って出れなくなって、そこで無双する、っていういつものだよ。賢者の弟子を名乗る賢者と同じ形式よね。あの MMO フルダイブ形式って、2010年代前半によく流行った形式で、ドットハックやソードアートオンライン、オーバーロードの影響があったりするのかなって、ただ2020年代の今見ると、ゲームを楽しんでる系でもなきゃ、ネトゲ転生ってリスクを感じるのよね。まあぶっちゃけ系なの性格、あれよね。スマホ太郎こと、望月東也さんだね。個人的にスマホ太郎の呼び名は嫌いだから本名で統一するけど、原作での時代性もあって、ケイナのいい性格、プリも出てるところはあるんだけれども、やっぱ演出的に見るなら、すごくケイナは望月東也の一族としてアニメは書かれてると思う。ノウハウを溜め込んじゃってるのよね。だから柳瀬ワールドなんだよね。作品から組み込むのではなく、今まで自分の関わったナロー作品を、まるで一つのマルチバース扱い。良くも悪くも、アマチュア上がりの人が多い、オンライン小説の時代にあって、そこが見えてない感じ？藤子 F 先生のチンプイの頃からアニメやってるって人らしく、それゆえの古さ、は間違いなくあると思うよ。あと偶然かもしれないけど、2010年代前半の古い原作を当てがわされることが多い監督だからね。で、本作リアデイルって、伊勢スマからの影響だけじゃないんだ。うちの子、序盤、と神たちに拾われた男の作風、世界観もキメラのようにリアデイルに混ぜ込められてる。具体的にロリの扱いよね。うちの子は、当初ロリだったらケナがなんとか作品を牽引してたが、リアデイルのアニメは、最初のサブキャラである、宿屋のロリっ子の立刀、エンディングキャラに持ってきたり、最後の方で小児のルカちゃんを拾って、そのサブキャラのリットちゃんと仲良くなったりと、あ、ちなみに、このルカちゃん、うちの子のラケナと同じ声優だったりします。ぶっちゃけ、これ、うちの子に気やりたくないけど、うちの子やりたい、というのが、ひしひしと感じるんだよね。ラティナをデイルと結婚させるのは叩かれてて怖い。でも、うちの子はやりたい。あと、伊勢スマに関しても、2期でロボやりたくないけど、伊勢スマみたいな話は、やりたいんだろうなぁみたいな。そして、主人公に甘いモブの扱いとかは、神尋要素。神尋もロリと初他の話だから、その辺でうちの子に気やりたくないけど、うちの子やりたい、
欲求にハマってるのかもね。ほんと、良くも悪くも柳瀬マルチバースなのよね。伊勢スマ、うちの子、神尋も、ナローレギュラー、アニメレギュラーから、大体ボロクソではあるけど、別に好きな人は、ネットで見かけるので、そういう人からすれば、リアデイルも楽しめると思う。柳瀬ワールドを楽しめる人も、そこはまあ否定しないよ。でも個人的には、好きに離れないクリエイターかな。なんか、こう他人の好きを全く脈絡もなくまぜこぜにするから、正直、怖い人、だよ。正直もっと魔法フィルムの名前はもっと知名度上がっていいと思う。独立して3年くらいの会社だから、知名度が低いのはまあ仕方ないけどね。ちなみに別の監督だけど、悪役令嬢なので、ラスボスを買ってみました。も魔法フィルムです。支援者が多い作品を手掛けることは、責任を伴う。まあ、リアデイルについて言えば、柳瀬ワールドをどう受け止めるかで、印象が変わる作品だと思うよ。実際ロリの面倒を見て、デイル、貸してる時のケイナは、比較的安定してるお姉さんしてて、結構いいキャラしてると思うしね。好きな人は、好き、そういう感じかしらね。ではここまで、賛否両論のことを言ったので、個人的に嫌いなところを言います。一つ目は、盗賊の親玉として、いきり散らしてた子供プレイヤーを、より強い力で殺そうとして、その後のフォローを書かないところ。原作だと、その後反省して真っ当に働いてるんだけど、アニメはそこもないからね。アニメだとそこまで書かれなかったね。ここは原作でも、毒、の部分だろうけど、やっぱ人を選ぶところでもあると思うし、ざまあ、してスッキリするには、このフォローも一応ある。ケイナツエー、というより、誰が見張りを見張るのか、というケイナの異常性。サイコパスっぷりを感じるのよね。それでこそ、ケイナという部分もあるんでしょうけど、毒抜きしてない部分もあるんでしょうね。他キャラの成長を導くキャラ？具体的に失格門のマティアスや、モブセカのリオンみたいなのが好きです。原作の持つ、人を選ぶ毒について、アニメ側が何も考えてない。もう一つリアデイルアニメの嫌いなところとしては、井戸に水車のシーンをカットすることですね。おもちゃにされたシーンの矛盾をなくすように毒抜きするわけでなく、なかったことにして叩かれないようにするのは、これは逃げだと思う。一言これはリアデイル世界だから、問題ないのよとか、あるいはデザインを違和感ないものに変えるとかね。古い監督だから、ナロー作者が良くも悪くも、多くがアマチュアだってことを、多分認識してないんだと思う。だからアニメで、これやったら惹かれるだろうとか、調整してやらなきゃいけないとか、そういうのが弱いんですよね。原作が安定してる部分はいいけど、調整が必要なところで、無調整で毒を撒き散らす印象。思うにあの監督、未発表の脳内ナローワールドが、どんどん伊勢スマ以降で形成されちゃってるんだろうと思う。だからリアデイルは、伊勢スマ、うちの子初期、神尋のマルチバースに組み込まれたかのような印象があるんですよね。こういう作風を続けていくなら、いつか信者が多いシリーズで爆発しそうよね。新米錬金術師の店舗経営、とか、目をつけられてそうで怖いですね。好きな作品を担当してほしくない、監督とスタジオというのが本音。ただ柳瀬ワールドが好きな人には、ほんと申し訳ない。柳瀬マルチバース研究家仲間、求めます。以上です。ご視聴ありがとうございました。来いや！こっち来いや！来いや！こっち来いや！